今日は快速シャッター、はい、小刻みに、シャッターをしても、それに対応できているという点ですね、はい、ですからイベントとか、そういった、毎回早くこういっぱいこうシャッターを押すような状況でも、それについてきてくれるようなそんな快速シャッターを搭載しているのが一番大きい点じゃないかと。で今までのZR の中でも一番速いシャッターとか撮影間隔を実現しておりまして、コンマ26秒というのが、はい、ですから、結婚式とかいうようなポン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 シャッターチャンスが来るときとか非常に重宝するような、機能を搭載しております。プラスしてですね、撮る楽しみを実現させております。それは一つがアートショット、アートショットといいまして、トイカルメラとかジオラマ、あとソフトフォーカスとかそういった、フィルター系の機能を、搭載することで撮った後でも楽しめるというところが一つ大きな点かな、もう一つ大きな点かなというふうに思います。プラスあと、高感度撮影と申します。高感度の撮影ができる HS ナイトショット、普通暗いところで撮影しても肉眼には見えづらいんですけども、シャッターなしでも、明るく撮れると。ですから例えば水族館とか、非常に暗いところでシャッターが焚けないところ、今までは、シャッターを焚けないんで、フラッシュを焚けないんで、フラッシュを、キリにして撮ってしまうと真っ暗になったり、なんでフラッシュを焚けないんで、例えばもう諦めざるを得なかったそんなシチュエーションでも、撮ることで明るく撮れるんで、非常に重宝していただけるんじゃないかと。それは高感度に対応したというものと、そうですね、あとまあ感度を上げてもノイズが出にくいような仕組みを実現したと。やはり今までの、連写合成機能と同じように、複数枚の画像を、HDR 連写して合成することで、ノイズとかブレとかを、抑えた、撮影ができるというところが、大きな特徴かな。芸術的な感じ。今回 ZR20 非常にちょっと僕の印象、個人的な印象なんですが、カメラコンデジとして必要とされる性能を突き詰めたなと。なんか飛び道具は使わないでなんか例えば他社さんですと Wi-Fi 連携とか、そういうものではなくて、あえてカメラとしての性能をこうフォーカスしたという印象があるんですが、なるほど、いかがですかというか、やはり、そういう根幹のところで戦っていないと最近ではこの差別化できない形になって、当然そういうところに追求しなきゃいけないと思ってますので、そこは追求したという点と、プラス、やはりそれだけでは差別化できないので、いろんな、連写合成を使った差別化機能を搭載したという、2つのこうある意味大きなところを、ブラッシュアップしてきてると言ってもいいんじゃないかと。エクシルムというと本当に連写合成、連写を活用したさまざまな機能が一つの特徴だと思うんですが、今回ではそういったところを使ってナイトモード、ナイトショット、HS ナイトショット、HS ナイトショットを機能を突き詰めてきたと、はい。そうですね。実際に体感はできるんですけども、その横のブースで、肉眼で見えにくい暗いところで撮っても、フラッシュなしでも明るく撮れるというところです。そんな暗いところでも、HDR でも、HDR ってそのやはり逆光とか黒つぶれとか、白飛びしやすいところで使うんですけども、どこで使ったらいいのかっていうのは分かりづらいと思います。なのでそれをこのプレミアムオートの中に入れることで、カメラが自動でそのシーンをが来たらその HDR を使ってくれるということでやってくれてるんで、はい、今までは自分でこのシーンを選びに行かなきゃいけない、ここは HDR がいいなと思った、自分で選びに行かなきゃいけなかったところが、今度はカメラが自動で判定してくれるので、じゃあ1枚限りのショットでも、で1枚撮っただけで、なんていうのかな、
明るさが均一に保たれるようなところなら1枚だけで済むし、コントラストが大きいところだと、ね、そうですそうです自動的に判別して、そうですそうです。HDR とか、あここはもう1枚オートでいいなと思ったら1枚ですし、あここは HDR 使わなきゃいけないけないなと思ったら HDR で連写ゴージャス使ってくれますし、あここは、暗いんでより連写ゴージャス使った方がいいなと思ったら夜景に応じた連写ゴージャスやってくれますし、そういう、もうカメラが自動で全てやってくれるんで、これこの撮影モードを選べばもう、それに適した、画像処理してくれると非常にカメラ任せでもうほぼ OK、 そういう感じの機能があってますね。あと背景ぼかしというのもありまして、はい、背景をぼかしてより被写体を際立たす、機能も入っていると。従来モデルでもありまして、これも入ってますね。ただ今回はあのレベル調整ができる、より ぼかすこと、よりぼかしたいときはレベル3にして、より、まあ、普通でいいよといえばレベル1にするという、今回このレベル調整ができるようになったというのが、あの改善されたと思います。あとトイカメラもこの辺で色を選べたり、ソフトフォーカスのレベルもこう変えられたり、あんまりボケるの嫌だといえばレベル下げればいいし、ライト飛んでも色を変えられたり、まあ、いろんなこう撮る楽しみ、見る楽しみっていうのをよりこう楽しんでいただきたいと思ったので、そういう設定も今回入れました。そういうソフト、あのカメラ内での処理の種類を増やすと、なんかカメラの負担が CPU というか、あのそれで特にあの負担は大きくはないです。ただそこはあんまりないです。あのそういう撮影モードを設けるっていうだけの話なので、そういう負担はないですね。あとはまあ不自然になりすぎないようなチューニングだとか、そうです、そういうところだと思います。アレンジのところが非常にあのユーザーの好みに合うかっていうところが大きな点かなと思います。それから HDR でも、はい、こうね、何枚も何枚もこう小刻みに軽快に撮っていけるっていうところも大きな点です。まあ、HDR だと